はいどうも、トッケツキーでーす。今回はこちら、バンダイのカプセルトイ、ガシャポン、MS メカニカルバスト01ニューガンダム、こちらを組み立てて紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いします。はい、ではこちらですね。一つ組み立て終わってます。中の紙はこんな感じ。イルミナシート、こちら光らせんの2つ必要ですよ。はい、こんな感じでラインナップ紹介。1番、ニューガンダム外装カラーバージョン。そして2番、ニューガンダム外装メカニカルクリア。これですね。かなり立体感、かっこいいよね。実はモールドも細かいんだよね。ただ大きさは144分の1よりも大きめかな。で、内部メカ。で、イルミナスユニット。こちらの方がついてますね。で、これ、1番、2番と3番を組み合わせると、メカニカルバスト、完成となります。さらに、イルミナスユニット、2つあると、なおよしって感じだね。まあ、フレーム組み立て、そこに外装パチパチはめていくっていうイメージで間違ってないかな。中はこんな感じ。いやー、クリアはね、一色だけど、うん。カラーバージョンはかなり塗られてるなーって印象があります。ではでは、サクサク組み立てていきましょう。ちなみに、組み立てには、ニッパー用意した方がいいよ。あとね、まあ、あってもなくてもいいかもしんないけど、ハサミあるとなおよしって感じかな。ではでは、行きましょう。こっからは、3倍速だ。基本的には、この襟足のところを外したら襟足くっつけて、で、あとパーツでトルソーを組み立てて、そこにパチパチはめていく感じだね。はめていく順番としてはね、まあ、襟足、フロント、サイドって感じかな。ああ、でも脇腹は最初にくっつける感じだね。お顔こんな感じ。かっこいいね。で、この黄色いダクトもね、しっかりと、うん、分けられてるところが好感度高い。いいよね。で、大体こういう風にアンテナ入ってますけど、取れない時にはね、先端の方にちょっと硬いものを入れて、テコの原理で押し出してあげてください。無理にね、取るよりかはいいと思う。で、この台座のところにくっつけることで、はい、ラックのような、トルソーのような、内部フレーム。内部フレームというか、フレームか。完成しますね。で、あとパチパチ組み立てていく感じですね。基本的にこの両脇を忘れやすいので気をつけましょう。あとね、細かいところはね、こめかみのね、バルカンぐらいかな。それ以外はかなり大きめなパーツでできてるので、割と楽な感じ。いやー、でもパーツ手順少なくてかなりかっこよくできるってすごいよね。確かにね、この500円シリーズで結構、うん、ガンダムヘッドとかの、ダークヘッドとか、あれはかなりね、パーツ手順少ないけど、こっちはまあ、それよりは多いかな。はい、ここで、セット。襟足、正面、で、両サイドって感じだね。さっきも言った通りだね。で、肩甲骨の部分。ここ、モールド細かいのと、ここのね、メカニカルの部分を少し塗装すると、すごい映えそうな感じだよね。ちなみに、ニッパーは、ぬるっと切れるものを使ってます。結構いいよ。このバルカンのパーツがかなり細かいので注意ですね。銃口側ね、ちゃんと正面向くようにセットする必要があります。説明書の方にもね、細かく載ってるので、ぜひぜひ作るときは気をつけてね。はい、こんな感じ。しっかりと奥まで刺しましょうね。で、これで側面の穴のところを合わせてくっつけると、そうするとお顔完成だね。アンテナつけて。いやー、かっこいい。ギリシーはいいよね。これメカニカルクリアと比べるとこんな感じ。クリアもいいけど、やっぱカラーになってる方が、うん、すごーくいいね。クリアの場合はやっぱ光らせるときにね、進化を発揮すると思うんだよね。後ほどやるけど、半々にして光らせるとね、漏れる光がすごいかっこいいんだよね、クリア。そう、クリア。で、こちらね、外装パーツなんだけど、内装パーツね、まあ内部メガの方、結構ニッパー使う頻度高かったわ。
こんな感じでね、ライフ診断も別パーツになってるので、塗装しやすいかなと思うので、塗装話にとってもかなりいいんじゃないでしょうか。ただね、ニッパーを結構多用していくので、初心者に優しいかと言われたら優しくない感じかな。結構ね、切った後の段差残らないようにしないと、ちょっとずれそうな感じ。クリアパーツのね、光を通す感じは結構ぼんやりしてて、かっこいいよ。ちゃんと拡散するのがいいよね。ルミナスインクは1個しか付いてないので、2個目が欲しい場合には別途用意する必要があります。ちなみにこれ光らせるときもね、胴体か頭かみたいな感じで光らせるパターンになりますね。1個だと。1個だともちろん2個光らせることができますし、ちゃんと収納もね、2個同時にできるっていうところがいいですね。いやー、今回のね、色、かっこいいよ。やっぱ、緑って言っても、明るすぎず光らせたときに、サイコフレームみたいな光がかっこよかったわ。で、頭もね、正面から見たときに、ガンダム特有の顎、あれがね、フレームの時に少しビョコってなってかっこいいんだよね。ぜひぜひこのフレーム、正面から買った人は見てみてね。ここかっこいいよね。で、あとはシリンダーを両脇につけていくとか、頭の横の排気ダクトをつける感じになっていますね。かなりパーツ数少なく設計されてるのに、すごい立体感といいますか、造形かっこいいよね。ここの部分は本当に見えなくなるっていうのがあるので、クリアパーツが今回追加されたことでね、しっかりと、まあ、透明度で言えば以前よりも低いんだけど、今回のはね、光らせることがメインだからね。で、このクリアパーツで光らない部分がこの両肩の、まあ左肩だね、主に。そこのクリアパーツは光んない感じ。光るのは胸の真ん中とね、あと、ツインカメラとか、頭のところですね。ちなみにね、ポーズは固定になります。まあ、ディスプレイ用って感じだね。大きさはね、ハイグレードよりは大きくて、マスターグレードより、って感じかな。もともとニューガンダム自体が大きめでもあるから、そこら辺は、不思議な感じしましたね。でも手に持った時にね、この出来上がった胸像、大きすぎず小さすぎずって感じがするよね。はい、こんな感じでサクサク組み立ててます。もしね、ルミナスイント1個だけの人の場合は、正直目を光らせるか、あるいはこの胸の方を光らせるかであったのであれば、胸の方を光らせた方がかっこいいかな。ほら、これ、組み立ててる途中のガンダムっていう意味で、目はまだ光らないけど、いろいろとコックピット周りを調整してる時に光ってますよー的な表現ができるのがいいよね。ただ、なんでこれ2個必要なのに、1個しか入ってないんだろうなーっていうのがあったね。まあ、コスト面の問題なんだろうけどね。はい、こんな感じで組み立てていきます。なかなか、シリンダーが別パーツなので、塗装するとすごい映えそうだし、塗装しやすそうだなーっていうところが、いいよね。はい、こんな感じでサクサク組んでいきます。もともとね、今回カプセルの大きさどんぐらいなんだろうなーっていうのが、前回マジンガーの方が、結構カプセルから変形する感じに近かったんだよね。今回はね、カプセルの中に本当にパーツが入っているという珍しい形でした。こんな感じでね、頭光らせるとこうなります。いやー、かっこいいね。で、なかなか首の方ね、このルミナスイートこれを一回入れたら出してからスイッチオフとかオンにしなきゃいけないっていうところはちょっと大変かな。胴体の方はね、
そのまま光らせるのは楽にできるんだけど、まあパーツ、うん、バスの部分から外しはするんだけどね。はい、こんな感じ、こんな感じで完成しました。これで 1,2,3 と並べた感じですね。で、これが外装パーツを外して設置できるっていう風になってんだよね。で、試しにカラーをつけていこう。マスクパーツね、結構両脇の部分一回外した方がいいかなって迷いました。他のね、この外装外すとき、まあ焦らずゆっくり外していきましょう。で、頭抜くときっていうか、この襟元抜くときね、顔面のパーツ取らないと外れないのが、うん、注意してね。ではでは、どんどん外装つけていくよ。この両脇の忘れ際なので、忘れないようにちゃんとつけましょうね。で、首を取ったらこの襟元パーツつけて、で、二つ目のイルミナスイント用意しました。同時期に出たこのカプセルトイ、ガシャポンのウルトラマン。こちらがね、おすすめ。SP4 ってやってるやつはね、全9種類中6種類もイルミナスイント、ルミナスイントついてるんだよね。このルミナスイントがね、ついてる上にジオラマもついてるので。いやー、かっこいいよね。一瞬飾ってみてもいいんじゃないかなーって思います。ビルが当たったよ、ビルが。ちゃんとね、ルミナスイントは共通規格のものなので、これでしっかりついてるので。ちゃんとこれをね、入れてあげれば光ります。やったね。二つ入れなきゃいけない都合上、もう何回も回さなきゃいけないのかーって思った時に、横に、あ、ウルトラマンのルミナスイント付きあるじゃんってなったので、ちょうど回してみました。まあ、9分の6で出るっていうのは大きいよね。なので、こちらガンダム回し続けるよりかは、まあ、ウルトラマン、気分転換に回して、ルミナスユニットゲットしましょう。ね。これで頭の方も両方光る状態になりました。で、頭に外装パーツをパチパチつけて、はい、しっかりとドッキング。ちゃんと目とね、胸が光ってかっこいいね。大きさもなかなかいい感じです。背面のね、肩甲骨のところを塗装するとすごい映えそう。あと、内部フレームに関しても、しっかり塗ってあげたら今まで以上にかっこよくなりそうだね。ではこちら外装をハーフ&ハーフにしていきたいと思います。右側にクリアパーツをつけたいなーって。ただこのね、ダクト部分を取り替えるために全部外す羽目になるんだよね。唯一残ってたのが下側のね、脇腹パーツのカラー用のやつぐらい、あと頭の半分かな。それ以外はほぼ外す感じになります。いやー、このダクト部分つけるとなると、そこら辺外さないといけないんだよね。で、このね、ハーフ&ハーフの方が個人的にはかっこいいかなーって思ってる。光らせた時に。特に光らせた時。いやー、光ってるとさ、ぼんやりクリアパーツだと光るんだよね。漏れた光が。かなりかっこいいですよ。こんな感じで組み上がってきました。まあ、外すときにゆっくりやれば問題なく外れるので、それで組み直すのはありだよーと。はい、胴体こんな感じで光ってます。この漏れた光がね、ダクトのあたり光るのいいよね。はい、完成。じゃあこんな感じで終了していきます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、またー。いやー、かっこいいね。またねー。